1967年のロードレース世界選手権1967年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第19回大会である。4月にモンジュイックサーキットで開催されたスペイン GP で開幕し、富士スピードウェイで開催された最終戦日本 GP まで全13戦で争われた。この年は、 カナダの建国100周年記念の一環として、カナダ GP がモスポートインターナショナルレースウェイで開催され、選手権は全13戦となった。カナダ GP が世界選手権の一戦として開催されたのは、この年だけのことである。また、前年同様に 250cc クラスは、すべてのイベントでレースが行われたが、 50cc クラスは約半分の7戦の開催となった。最終戦の日本 GP は前年同様富士スピードウェイで行われたが、前年ホンダが危険であるとしてボイコットするきっかけとなった30度バンクはライダーたちにも不評だったために使用されず、ショートカットして 4.359km となったコースで行われた。前年5クラスすべてで、 マニュファクチャラーズタイトルを獲得するという快挙を成し遂げたホンダは技術開発という目的を達成したとしてこの年から 50cc クラスと 125cc クラスへのワークス参戦を取りやめた同時にチームの中心的存在であったジムレッドマンと軽量クラスのエースであったルイジ・タベリも昨シーズン限りで引退しマイク・ヘールウッドとラルフ・ブライアンズの二人がチームを 牽引をすることになった。500cc クラスでは、ヘールウッドが、メガボルト、アグスタのジャコモアゴスチーニと互いに一歩も譲らない、タイトル争いを、シーズンの最後まで繰り広げ、250cc クラスでも、ヘールウッドとブライアンズは、ヤマハのフィルリード、ビル・アイビーとの熾烈な戦いが繰り広げられた。ホンダがいなくなった 125cc クラスは、 ヤマハとスズキの日本製にストローク同士の争いとなり、50cc クラスはライバルのいなくなった鈴木が完全に支配した。そしてこの年のシーズン終了後、ホンダは大排気量クラスにおいても目的を達成したとして、翌シーズンにはワークスチームを送り込まないことを発表し、鈴木もホンダの後を追うようにグランプリからのワークス活動の撤退を発表した。 前年型の4気筒 RC181 の改良型で 500cc クラスに臨んだホンダに対し、メガボルト・アグスタも前年デビューさせた3気筒をさらにパワーアップさせて対抗した。開幕戦となった西ドイツでは、ホンダのマイク・ヘールウッドが序盤にトップに立ちながら、クランクシャフトのトラブルで脱落し、メガボルト・アグスタのジャコモアゴスチーニが逆転勝利を挙げた。 第2戦、マンシマ TT では逆に、アゴスチーニーが、チェーン切れに泣かされ、ヘイルウッドは108.77マイルパワーという、その後8年間破られることのないラップスピードを、記録して優勝した。続く、ダッチ TT で、ヘイルウッドは連勝したが、RC181 は、パワーでは、メガボルトアグスタを上回るもののフレームの、 合成不足を原因とする深刻なハンドリングの問題を抱えており、ヘールウッドは個人的にイギリスのフレームビルダーに製作を依頼したフレームを使用できるようにホンダに要望していた。しかし、ホンダはヘールウッドの提案を受け入れず、自ら改良したフレームを投入したが、操縦性は大きく改善されることはなく、ベルギー、東ドイツとアゴスチーニに連勝を許した。 その後も、アゴスチーニとヘールウッドのマッチレースは続き、第8戦のアルスター GP が終わった時点で2人は4勝ずつで並んでいた。しかし、第9戦のイタリアでレースの大半をリードしていたヘールウッドをミッショントラブルが襲い、アゴスチーニが逆転で優勝し、ヘールウッドは2位に沈んだ。この結果、アゴスチーニは1ポイントでも取ればタイトル獲得という状況で、 最終戦を迎え、小雨となった、カナダ GP では、無理をせずにヘールウッドに続く2位でフィニッシュして2年連続となるタイトルを獲得し、メガボルトアグスタは、マニュファクチャラーズタイトルを、ホンダから奪い返した。ヘールウッドの6気筒 RC174 前年、350cc クラスでは4気筒で、圧倒的な強さを誇ったホンダだが、 この年は6気筒の新型モデル RC174 を投入した。このマシンは 250cc の6気筒 RC166 の排気量を拡大したもので、大幅な重量の増加を避けるために 297.06cc に抑えられていたにもかかわらず、前年型の4気筒を大きく上回る 66PS を発揮した。 このマシンを買ったマイク・ヘールウッドは、前年同様に唯一のライバルである、メガボルト、アグスタのジャコもアゴスチーニを圧倒し、開幕から5連勝を飾って、第5戦のチェコスロバキア GP で早くも2年連続となるタイトルを獲得した。早々にタイトルを決めた、ヘールウッドは、タイトル争いが激しくなっていた 250cc クラスと 500cc クラスに専念するために、 アルスター GP とイタリア GP ではこのクラスに出場せず、代わって RC174 に乗ったラルフ・ブライアンズがイタリアで 350cc での初勝利を挙げた。ヘールウッドのホンダ RC166 前年は 250cc クラスでも他を圧倒したホンダの6気筒 RC166 とマイクヘールウッドだったが、この年は前年トラブル続きだった。 ヤマハの水冷、V 型4気筒 V4RD05A がようやく力を発揮し始め、強力なライバルとなった。ホンダは、ヘイルウッドに加えて、前年軽量クラスで活躍した、ラルフ・ブライアンズを 250cc クラスに出場させ、対するヤマハもエースのフィルリードに加えて、前年 125cc クラスで頭角を表した、ビル・アイビーをこのクラスにも、前線出場させ、 この4人による激しいタイトル争いがシーズン終盤まで続けられた。開幕戦ではヘールウッドがトップを走りながらパンクでリタイアしてリードが戦勝。ヘールウッドは第2戦もリタイアとなってブライアンズが 250cc 初勝利を挙げた。そして第3戦フランスでもヘールウッドはトップを走っている時にミッショントラブルで 交代し、シーズン初完走で3位は得たもののアイビーと、リードに1点にフィニッシュを許した。ヘールウッドのシーズン初勝利は、第4戦のマンシマ TT まで待たなければならなかった。その後もこの4人で、表彰台をほとんど独占する形でシーズンは続き、第11戦イタリアが終わった時点で、リードとヘールウッドが4勝ずつを挙げ、2位が3回だった。 リードがポイントではわずかに上回っていた。そして気温10度以下という悪コンディションの中で行われた第12戦、カナダ GP ではリードのマシンが不調となってヘールウッドが5勝目を挙げ、両者は同ポイントで最終戦に臨むことになった。ところが最終戦日本 GP ではリードは4周目にマシントラブルでリタイヤトップを走っていた。 ヘールウッドも序盤にリタイアしてしまう。レースは、アイビーや、前年同大会優勝の長谷川博士らが、次々と、トラブルで脱落する中をブライアンズが優勝し、同ポイントでシーズンを終えたリードとヘールウッドの、タイトル争いは、優勝回数が多かった、ヘールウッドに軍配が上がった。マニュファクチャラーズタイトルは、ヘールウッドとブライアンズの二人で7勝を稼いだ、ホンダのものとなった。 鈴木の V 型4気筒 RS67 ホンダの撤退により、このクラスはヤマハ、鈴木、MZ といったにストローク勢同士の争いとなった。前年デビューさせた水冷 V 型4気筒の RA31 を熟成させていたヤマハに対し、鈴木は従来の2気筒モデルの改良型である RT67 を投入したが、苦戦は必至であり、 すでに V 型4気筒の新型の開発をスタートさせていた。シーズンがスタートすると、ヤマハの強力な V4 に乗るビル・アイビーとフィル・リードの二人は、他を寄せ付けず、第2戦西ドイツで、アイビーとリードの転倒によって、鈴木の片山よし美が、第8戦フィンランドでは、リードのマシンのクランクシャフト破損に助けられた、スチュアート・グラハムが、それぞれ一勝した以外は、 すべてのレースでアイビーとリードが勝利を独占した。その中でもアイビーは第7戦チェコスロバキア GP 終了時点で4勝と5割以上の勝率で優位に立ち、第9戦アルスター GP ではチームオーダーによりリードはアイビーに勝利を譲った。そして続くイタリア GP で冷却水漏れによるオーバーヒートに苦しんだアイビーは、 鈴木のハンスゲオルグアンシャイトのスリップストリームを使う作戦でマシンを温存してゴール直前でアンシャイトをかわし0.2秒差で優勝すると初めてのタイトルを獲得した最終戦の日本 GP では鈴木が待望の水冷 V 型4気筒マシン RS67 をデビューさせたグラハムがこのマシンを買って チャンピオンのアイビーに次ぐ2位でフィニッシュしたが、この後鈴木がグランプリ撤退を決定したため、このマシンは2度とグランプリを走ることはなかった。一方、徐々に力をつけていた川崎は、デーブ・シモンズのライディングで、フランス GP で初ポイントを獲得し、フィンランドでは初表彰台を獲得している。鈴木 RK67 鈴木の水霊に寄島。 r k 六十七は完成の域に達しており、ホンダがいなくなったこの年の優位は明らかだった。そして開幕戦のスペインでは、ハンスゲオルグ・アンシャイトと、片山・ヨシミの二人が、他のすべてのライダーを周回遅れにする圧勝ぶりで1にフィニッシュを飾った。第二戦西ドイツでは、鈴木はもう一台のマシンを、スチュアート・グラハムに与えたが片山・とグラハムはトラブルで、 完走できず、残ったアンシャイトが2勝目を挙げた。フランスでは片山が勝ち、マンシマ TT ではグラハムがグラプリ初勝利を挙げた。グラハムは 500cc クラス初代チャンピオンのレスリー・グラハムの息子であり、親子2代でのマンシマ制覇だった。アンシャイトと片山のタイトル争いはベルギーで3勝目を挙げたアンシャイトが制し2年連続チャンピオンとなった。 500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス 500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラスありがとうございます。